はい、どうも幻想です。前回ね、動画を上げたのが2月14日ということですから、もう1ヶ月ぶりぐらいになっちゃうんですけどもね。まあ前回ね、上げた動画っていうのはアリゾナからね、帰ってきましたよということで、何点かねスカルの方をお届けしたりとか、お見せしたんですけども、そこから1週間ぐらいかなして、商品が届いて、での量が届いたもんですから、店内をねリフォームしましょうと、片付けましょう、もっと石を置けるようにしましょうということで、そこからですよ。そこからが大変でね、先週ぐらいじゃないんですか、ちょっと落ち着いたのがね、もう店の中を全部変えまして、で、後ろも大きく変わってるでしょ。今までの動画を見ていただいた方は、なんとなく分かっていただけると思うんですけども、コレクションケースを並べてみまして、で、中に LED のライトを入れてということで、店内も黒に統一したんですよね。で、元々のお店っていうのは、その木が中心だったんですよ。石を並べる机とかテーブルっていうのは、僕が兵庫県のね、山奥に行って自分で作って、それを中心にね、お店の中に置いて、それを置いて、そこに石を並べてたんですけども、この4階に引っ越してきた時に、木っていうのはもうめちゃめちゃ重いんですよ。1枚の木ってテーブルでも何でもそうなんですけど。で、取り回しが大変なもんですから、もうこれはちょっと木を少なくして、アルミのね、重機、その石を置く棚とかに変えていきましょうということで、木は少なくしてアルミの重機を結構多めにしてたんですけども、今回っていうのはもうね、木はもうほとんどね、もう処分して、全部もうアルミニの、ガラスなんで重たいんですけども、木よりは軽いですから、アルミのケースと、で、店内を全部ね、もう、ある程度黒にね、統一して、ものすごく渋いね、空間になってますからね。店内のその変わった様子なんかもね、見に来ていただけたらいいんじゃないのかなと思います。今までよりももっと落ち着いた感じでね、店内でまったりとお買い物ができるんじゃないのかなと思いますし、空間のスペースも広くとってますから、店内も動きやすくなったんじゃないのかななんていうのは思いますし、石の量ももう半端ないぐらいに今入ってますからね。十分ね、楽しんでいただけるんではないのかな、なんていうのは思ってますよね。で、ようやく落ち着きまして、ね、動画を撮っていきましょうということになったんですけども。で、今日はね、何をご紹介するのかっていうと、めちゃくちゃ石が入ってきてるんですけども、その中でも、今日ご紹介するのは、フォレストグリーンエピドートなんてね、言われてる。要は、エピドートですよ。ね、こんな石。それの、結晶がとにかく美しい。それをね、ご紹介したいなぁなんていうのは思ってるんですよね。この後詳細なところはね、お届け しますけども。で、また最後にね、少し登場してみたいなとは思ってるんですけどもね。とにかく、見事です。芸術です。ね。で、このエピドートっていうのは、和名でいくと、緑蓮石って言いにくいですよね。緑のすだれの石って書いて緑蓮石なんていうね、珪砕岩鉱物の一種なんですけれども。すだら、その結晶構造、結晶がね、すだれのように横に、こうね、こう、なんか横長のすだれのように見えるんで、緑蓮石っていうようなんですが、どう見てもね、すだれのようには見えないんで、どんなもんなのかな、なんていうのを思ってるんですけども。で、モースコードなんていうところでいくと、水晶よりちょっと低いぐらいですから、水晶よりも少し脆いのかな、なんていう感じはしてますけども、そこまでね、脆くはないんですけども。でもこの原石のタイプはね、もう微細ですから、結晶がすごく微細ですから、あんまりね、ガンガン触っちゃうと、もうポロポロしちゃいますから、もう芸術です。もうほんと。もう芸術。2回言わなくていいんですけども、もう芸術ですから今日はね、これをご紹介したいなと思ってますよ。で、鉄のね、その入り具合によってもっと濃くなったりとか薄くなったりとかするんですけども、同じようなところで行くとね、ユナカイトってあるじゃないですか。緑の。見た目によっては可愛らしいのか気持ち悪いのかっていうところなんですけど、結構僕なんか好きな石なんですけども、ユナカイトの緑の部分もエピドートだったりしますし、どこにでもね、どこでも取れる石なんですけども、で、どこでも取れるんで、昔からエピドートっていうのは何もでもあったんですよね。で、エピドートでしょなんていうね、ほんと昔っていうのは感じだったんですけども、今回のこの
原石たちはトルコでね、採掘されたということで、まあ、そのエピドートのその概念というかね、知識というか、イメージを覆してくれるぐらいの、まあ、美しさということですからね。今日はね、これを今からご紹介の方をさせていただきたいと思います。また後半少し登場してみたいと思いますので、お時間がある方は最後までお付き合いください。それでは今からね、フォレストグリーンエピドート、緑蓮石のね、ご紹介をさせていただきます。今回は3点だけご紹介したいと思います。まずこれが1点目ですよね。これ見てくださいよ、このね。キラキラですよね。光を受けるとこれだけ輝くということでね。この結晶がもう美しいでしょ、これ。ね、すごいですよね。これアップでね。見ていただきたい。これはすごいですよね。まさに森ですよね。まあその中にね、可愛らしく輝いてる白い透明のものがね、これが水晶ですよね。森の中に水晶が散りばめられてるようにね、見えますよね。サイズはね、手の上にこんな感じ。そこまで大きくないですよね。これはね、こんな風になってることですよね。サイドから見るとこう。裏はこんな感じになっててね、まあ、四角い形でね、まあ、どこにでも置けるサイズにはなってますよね、まあ、とにかくねこのエピドート、まあ、希少性が高い、ね、探してもなかなか見つかるもんじゃないですよね。これはねとても希少、珍しい、ね、ここまで美しいものは本当珍しくて、ね、手に入れられた方はね大事にしていただきたいですよね。これは美しいね。今回はトルコでね、産出されたということで、ご紹介しております。まあ、お店の方にはね、もうたくさんあります。大きいものから小さいものまでね、いっぱいありますからね、これはぜひね、見に来ていただきたいですよね。まあ、画面からでもね、十分分かっていただけるとは思いますけども、こんな風に、まあ、今はね、蛍光灯の下で撮ってますけども、光を受けるとここまで輝くということで、めちゃめちゃ綺麗ですよね。芸術です、これはね、ほんと。こんな風に見えてる。これがまずね、1点目です。次2点目、行ってみたいと思います。そしてこれが2点目です。これも美しいですよね。こんな風に見えてます。すごく綺麗です。もうずっと見ていられますよね、これはね。まあ先ほどの子よりね、水晶の結晶が結構大きくてしっかり入ってますよね。今度はね。またこのグリーンもね、ほんと綺麗、ね、こんな風になってる子です。先ほどのこの大きさがこれぐらいですから、少しね倍ぐらいかな、大きさにはなってますよね。こんな風になってます。これはぜひね実物を見ていただきたいですね。本当に綺麗です。キラキラですよね。まあ、今回トルコでね、撮れたエピドート3つご紹介させていただきますけども、まあ珍しいです。こういう形の結晶のね、原石っていうのは本当にね、なかなか探しても見つかる子じゃない。まあ、結晶がね、まあこう乱れてる子っていうのは結構あったりするんですけども、パーフェクトで本当綺麗な子っていうのはね、珍しくて。そしてお値段もすごく高くなってますよね。こんな風になってる子ですね。この辺とかが本当、綺麗し可愛らしいですよね。この辺なんかね、たまらないですよね。水晶もしっかりしてますよね。こんな風に見える子ね、ジオラマみたいになってますけどね、こんな風になってます。綺麗ですよね。これが2点目です。次最後の子行ってみたいと思いますけども、次の子はね大きいですよ。行ってみたいと思います。3点目です。今回はね3点だけご紹介させていただきます。まあ、お店の方にはねたくさんありますから、ぜひね現物を見に来ていただければと思います。一番最初の子がこれですから、まあ、かなり大きいですよね。手の上にもこういう感じで乗って、重量もありますからね、すごくずっしりしてますよね。そしてなんといってもこの結晶ですよ。まあ、どこから見ても美しいですよね。このキラキラしたところ、そしてねこの一つ一つのねエピドートの結晶が
まあ、見事ですこれね。今回トルコでね取れたエピドート3.5を紹介してますけども、まあ何度も繰り返しますけども、ここまで結晶がね綺麗な子ほんと珍しいです。探してもなかなか見つかるもんでもないですよね。画面からでも分かっていただけるとは思いますが、これはやっぱりね現物を見ていただきたい。でモースコードでいくと 6.5 から7ということですから、水晶より少し低いぐらいかなということで、そんなにもろくはないんですが、やっぱり今回の子はね結晶がかなり微細ですから、あまりガツ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 触ってるとねポロ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 しちゃう可能性がありますからね、取り扱いには少しね注意していただいた方がいいんじゃないのかなと思います。この辺なんかも美しいですよね。この水晶との融合がねたまらないですよね。まあ、どの角度から置いても美しくてね、こんな風に見えてる子ですから、まあ迫力もあるしね、まあ、そんなに大きくないですからね、どこにでも置いていただけるんじゃないのかなと思いますよね。このサイズはねやっぱりアップですよね。ここなんかたまらないですよね。この辺ねすごく綺麗ですね。大きくて迫力もあって存在感もあるエピドートね。こんな風に見えてる子、まあ、お店の方にはほんと小さい子から大きい子までたくさんありますから、ぜひね現物を見に来ていただければと思います。まあ、今回ねこの3点のトルコで取れたエピドートたくさん入ってますからね、楽しんでいただけるんじゃないのかなと思います。これが今回3点目の子ですね。まあ、今回はね大中小ということで3点だけご紹介させていただきました。ご興味のある方はねぜひお問い合わせいただければと思います。美しいね。まあ、それでは最後ね少しだけ登場してみたいと思います。ということでね、いかがだったでしょうかね。エピドート美しかったでしょう。これがね3点目にご紹介した一番でっかい子ですよね。まあ、手の上にねこんな感じで乗ります。まあ、超迫力特大サイズ、まあ、そんなにでっかくはないんですけども、まあ、でも手の上にねこんな感じで乗りますからね、まあ、迫力ですよ。でなんと言ってもこのね見ていただいて分かった通りこの結晶の美しさですよね。もう森ねフォレストグリーンエピドートという名にふさわしいですよね。で動画の中でもね、まあ、何度も何度もお伝えしたんですけども、なかなかないですね。あの昔からまあエピドートという石は当然まああって、で、まあ、そんなにね珍しい石でもないし比較的どこでも取れるし、で、まあ、色もねいろいろな色があって、まあ、鉄分の入り方によって色が濃くなったり淡くなったりするようなんですけども、まあ、こういう形の結晶のタイプの美しいエピドートのクラスター原石っていうのがまあねなかなかない、もう本当に希少です。手に入れた方はね大事にしていただいたらいいんじゃないのかなと思います。でこれもまあ動画の中でお伝え、先ほどねお伝えしたんですけども、まあ、そんなにはもろくない鉱物なんですが、結晶のこの微細な部分っていうのはやっぱ触ってしまうとねポロ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 してしまいますから、取り扱いにはね少し注意していただいた方がいいんじゃないのかなと思います。でお店の方にはねほんといろんなタイプがあります。まあ先ほどお伝えしたのは3点だけなんですけど、目の前にまあこんな風に並べてて、これだけじゃなくて後ろのガラスケースの中にたくさん入ってますから、ぜひねやっぱりこれは見に来ていただいてね、で実際にね手の上に乗せていただいてね、まあ、じーっとね眺めていただいたらいいんじゃないのかなと思います。まあ、いろんなね感情というか気持ちというかね、まあ、インスピレーションというか感じていただけると思います。ほんと石のある生活は最高ですからね、あっちこっちにね置いていただいたらいいんじゃないのかなと思います。途中ねちょっと止まってしまいましたけども、配達ね運送屋さんが来たということで止めてまたね再開しておりますけども、このねエピドートじゃあどんな意味なんだっていうところなんですけども、まあネットを調べるとねほんといろんな石言葉っていうのが出てくるんですけども、まあ僕がそのね一般的な石言葉をお伝えしてもまあ面白くないということでね、別の観点からね今日はエピドートじゃあどんな石なんだっていうのをね簡単にお伝えできればと思います。でこのエピドートね緑蓮石、まあ、ほんと見てわかる通りまあ緑が綺麗な石ということで
ね。で、石っていうのは宝石でもそうなんですけども、やっぱり見て、目から入るエネルギーの影響っていうのも、やっぱり人間っていうのはすごく受けるじゃないですか。で、特に金色のね、ゴールドなんかを見てても、やる気が出てきたりであるとか、なんか活力出てきますよね、ゴールド、キラキラしたものを見てるとね。で、真っ赤なもの、赤なんていうものを見てて、やっぱりこれもね、やる気とか熱意とか、こう、なんかそんな気、汗が出るような感じになってくるじゃないですか。で、このグリーンじゃ緑は何なのかっていうと、やっぱりね、アースですよね。癒される。ね、例えば、大自然の中に行っても癒されるし、ね、溜まったもの、ね、凝り固まったものを大地にアースしてくれるなんていうところもあったりして、で、このグリーンっていうところで行くと、その例えば五行でお話をさせていただくと、木火土金水の木、木の部分ですよね、このグリーンっていうのが。で、その木っていうのは、じゃあ方角でいくとどこなのかっていうと、北東から東なんですよね。で、この北東から東っていうのは、季節でいくと春なんですよね。で、春っていうのは何なのかっていうと、当然冬からずっと土の中で育ってきた虫たちも、ようやくこう土の上に顔を出してくるということで、この方角っていうのは、例えばスタートアップ、スタートを切る方角としては最高なわけですよ。だからなかなかこう動き出せないとか、動こうと思うんだけどなんかいつも障害が入るとか、やらなくちゃいけないことは分かってるんだけども、なぜかね、こう臆病になってしまうとか、尻込みしてしまうとか、そういう時なんていうのは北東とか東のエネルギーを使う。まあ方位取りなんかでも東の方角に行ったりするのもいいんですよね。だから緑っていうところで行くと、このエピドートっていうのは、何か今からスタートを切りたいんだよ、新しいことを始めたいんだよっていう場合にも最適な石なわけなんですよね。で、あとは受験とか何か資格とか、何かそういう勉強のために使う方角でもあったりしますから、例えば、お子様の勉強机の前に、ね、こういうエピドートの原石なんかを置いていただく。ね、なかなかうちの子、勉強進まないんですよね、とか、ね、机には向かってるんだけども、勉強してるのかゲームしてるのかよくわからないんだよね、集中力がね、なんていう親御さんはお子様の机の上に、そっとね、そっとじゃなくてもいいんですけども、エビドートの原石を置いていただくっていう使い方をしていただいても最高だと思うんですよ。ね。で、スタートアップ、動き出すっていうところでいくと、例えばなんですけども、今なかなかね、家から出れないんだよっていう、引きこもりっていうキーワードも、そのね、やっぱり重要になってますから、そういう家から出れない、なかなか引きこもっちゃってるんだよ、なんていう、ね。まあ結構こうね、年齢いかれてる方でもね、その家から出れないんだよとか、なんかそういうね、こともあったりするようですから、そういう方なんかにもこのエピドートのグリーンっていうのは最高じゃないのかなと思うんですよね。なかなか家から出れないとかね、外に出るのがなぜか怖いんだよねとか、なんかいろんなことがあると思うんですけども、そういう時にこのエピドートを使ってもらってもいい。ね。で、商売繁盛っていうところでもこのエピドートは最高ですし、あと、東の方角っていうところでいくと、喉に関係してますから、例えば声を出すお仕事の人、声優の人であるとか、何かナレーターの人でもいいし、何か声を出す営業のお仕事でもいいし、何でもいいんだけども、そういう声に関わるお仕事をされてる方も、このエピドートっていうのはね、最高じゃないのかなと思うんですよ。ほんと、見てるだけで、やっぱね、癒されますし、不要なものをね、やっぱ流してくれる。大地にアースしてくれますから、凝り固まったものを大地にアースして、そしてスタートアップ、一歩を踏み出す力を授けてくれるのがエピドートなんじゃないのかなと思うんですよね。東のエネルギー、北東のエネルギー、そしてグリーンのエネルギー、木のエネルギーですよね。それをふんだんに吸収してるのがエピドートですから、そんな形でね、エピドートっていうのは使っていただくといいんじゃないのかなと思います。まあもちろんその石っていうのは、その育った大地の振動数、固有の振動数っていうのはそれぞれの石では違いますから、グリーンの石だったらじゃあ全部そうなのかって言ったらそういうわけではないんですけども、このエピドートに関してはやっぱりね、スタート、新しいことを始めるとか、不要なもの、ね、今まで、溜まってきたもの、なぜかうまくいかなかったこととか、まあ人間関係でもいいと思うんですよね。人間関係がうまいこといかないんだよね、とか。ね、なぜかいつも最後になって、なんか人とね、そういう形でわだかまりを作って終わってしまうんだよね、とか。
っていうこともそうだし、お仕事でもそうですけども、なぜかいつも同じようなところで詰まってしまうんだよねみたいなところを何か抱えておられる方はね、このエピドートを手にしていただいて、古いものを断ち切って、そして新しい一歩を踏み出すっていう形でね、使っていただいたらいいんじゃないのかなと思います。まあ最高の石です。そして珍しい石ですからね、ぜひこれはね、お店に来て現物を見ていただいてね、納得していただいた方はね、お持ち帰りいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ね、可愛らしい石ですからね、ちょこっとデスク周りに置いといてね、子供のね、やる気アップに使っていただくとかね、なかなか家から出れないんだよっていう方はね、リビングに置いとくとか、枕元なんかもいいのかもわかんないですよね。あんまりこう、寝返りを打ってね、バン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 当たらないところにそっと置いていただいてるとね、いいんじゃないのかなと思います。そんな感じのね、エピドートは使っていただくとね、すんなりとね、私たちの生活に溶け込んでくれるんじゃないのかななんていうのは思ったりもしますよね。まあ、今回はね、エピドート3点だけですけどもご紹介させていただきました。で、まだこの動画のね、チャンネル登録がお済みじゃない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただいて、で、何かご質問があればね、どんどんコメントをいただければと思います。まあ、それではね、次回の動画でお会いしましょう。